木曽赤井道河野巣吹上富士遠望天宝六の八年、経済永線が人家が途絶えた、寂しい道は、河野巣塾近辺ではなく、さらに、先、間の宿がある、吹上あたりの風景である。旅路の目印となる絵の木が、まばらに植えられた、河原の縄手を旅の商人や巨無像が行き交い、背景では雪をいただく富士の山が雄大な姿を、表している。河野巣塾は、 江戸時代に整備され、栄えていた、宿場町である。中仙道69時のうち江戸、日本橋から数えて7番目、すなわち、武蔵国のうち第7の宿である。所在地は、江戸期には、東海道武蔵国足立郡高野巣塾、現在の埼玉県高野巣市にあたる。なお、上方へ一つ先の熊谷塾との間には、間の宿である日光浦街道との交差点でもある。 吹上げ塾がある。コーノス及び元塾より、地名、コーノスの由来については、コーノス市地名の由来を参照のこと。慶長7年まで、コーノス塾は、現在の北元市に位置していたが、江戸幕府の宿液整備に伴い、それまでのコーノス塾より、北のシアド神殿に移設された。これにより、それまでのコーノス塾は、元のコーノスとの意から、 本校の巣村と表されるようになり、元の宿場であることから、元宿村と表されるようになった。なお、元宿村は1879年に北本宿村に改称された後、1889年に中丸村大技北本宿となった。1928年に国鉄高崎線の駅が開設された際に、駅名として採用され、1943年に、 成立した新村の存命となった。北本宿村は1959年の調整施行の際に北本町に改称された。宿媒説の明確な理由は定かではないが、熊谷塾と桶川塾の間に宿を設けるには、現在の北本地域では桶川に近すぎたためとの説や、徳川家康の高刈り用の休憩地として、河野巣御殿が建設されたことも関係しているとの、 説がある。北本氏は、大田氏氏に仕え、氏氏の没後に河野巣里の開発領主となった、深井津島森影吉が宿液を取り立てたものとした、上で、慶吉が、天正18年以降に、現在の河野巣宮所の二重していることから、宿液の移設もそれに伴ったものとしている。一方、河野巣志は、岩月城下の市宿から天文二十年に移って、市宿に行ったとして、 開発をした小池長と森久州の名も挙げ、近世の高野塾は戦国期に取り立てられ、その後に移動したということに異論はないようであるとしている。この宿場の移設によって、それまで市宿に行たと呼ばれていた場所に移され、高野塾となった。高野塾は中仙道の他にも松山に至る吉見道、三田大分けを経て、お師藩の居城、お師城に至る忍道、 および、被災地に向かう道との間で宿継ぎが行われ、中仙道の宿場町の中では、比較的大きなものであった。高野巣塾周辺にはいくつかの立場が存在したが、中でも高野巣塾と熊谷塾の間にあり、日光浦街道との交差点に位置していた。吹上塾は常日の大市場へと至る、中継地点としての地の利もあり、間の宿として発展した。 コーノス塾周辺には他に、クゲ、ミタ、東館、本コーノスに立場が置かれていた。コーノスの中線道沿いの町並みコーノス塾本陣跡の非天保14年の調べでは、宿内人口2274人、町並み17条、宿内科、数566件、本陣1件、脇本陣1件、旗子58件と記録に留める。 河野巣塾の北に位置する三田郷は佐賀源氏の流れを組む三田源氏の発祥地と伝えられる。三田の日川八幡神社は古くは綱八幡とも称し、羅生門の鬼退治で活躍した頼光四天皇の一人である渡辺綱を祀ると言われている。武蔵守となって下校した綱の先々代、源氏が当地に今日定め、先代、源宛の時代になって三田源氏を名乗った。 境内にある、三田碑は、宝暦9年、1759年の建立で、三田源氏の由緒と武蔵武士の本源地であることが、記されている。三田の近隣には、聖和源氏の祖である、源の常元の館跡もある。氷川八幡神社に、近接の宝持寺は、渡辺綱が父、源宛と祖父、源、使うの追善のために建てた古刹と伝えられる。 宿場の下りの出入り口近くにあり、屋根に、三つ葉青いの門瓦を掲げる勝願い寺は、浄土宗の名刹として名高い大事で、二世住職園、誉れ不山商人が、徳川家康の家を受け、治療三十国を安堵されている。家康の次男、結城秀康が結城から越前北野省へ転校になった時、 有機城の御殿をすべてこの寺に賜ったといい、大方竹には金の間、銀の間、獅子の廊下などがあり、金も有機の木造寺から移したものであった。また、文禄二年には、家康の高刈りの休息地として使用するための河野巣御殿が建てられた。この御殿は、当地の豪族である小池隼都助の所有する土地に建てられたもので、家康、秀田だ。 家光の徳川将軍三代にわたって利用された。寛永八年二月を最後に将軍家の利用は途絶えたものの、お高部屋が残されていることから、幕府高城による高刈りのため定期的に利用されていったものと推測される。明暦三年に、明暦の大化が起きると、江戸城再建のための資材として、お広間や老中部屋など二十八棟が解体された後も、門や御手伝を、 はじめ一部の施設は残されていたが、老朽化が進み、元禄元年頃までに正式に廃止されたものと推測される。その後、五天後には、河野塾の本陣を務めていた小池氏の子孫により、東照宮が建立された。河野塾の蚊宿である上谷神殿にて、農館機の農民が余儀でこしらえるひな人形は、江戸中期に始まり、 コウノスビナの名で、江戸周辺にも数多く出荷され、人気を博した。これは、天正年間に、京都伏見人形の人形師が移り住んだのが、始まりとされており、やがて豪華な衣装で着飾った古代ヒナが作られるようになったと言われるが、詳細は定かではない。そうして盛んになった、コウノスのヒナ市は、江戸の実験店、武州コシガヤともに、 関東の三大雛市と称された。また、河野巣に独特の上下雛は、女ジ,ジの初設計や地場産業の一つである養蚕の豊作を願うおまゆ様に備える愛らしい人形である。これらの伝統は今の世にも引き継がれ、河野巣人形には雛人形の製造問屋が軒を連ねている。本街道は紀王館、移設理由、追い分けの知性も参照。 基礎引く街道甲の巣吹き上げ富士から遠望当時、基礎街道と呼ばれた中仙道の名所を描いた名所へ、基礎街道69字の一枚、あぜ道や縄のようにまっすぐに伸びた象形を言う。法規2年10月27日以前は、東山道武蔵区にあだち軍、中仙道宿村大外町に基づく。宿村大外町とは、幕府の道中部行所が調査した五街道と、 その脇街道の宿場の記録で53冊が収蔵されている。各宿場の人口、や数、本人、旗子の数、考察の内容、道路の広さ、橋、自社、地域の産業、特産品など、宿場と街道筋の存落の状況が詳しく記載されており、五街道文献のベースとともに道中部業所が用いたものらしい。成立年代不明ながら、 天保から安静にかけての調査と考えられている。人馬を出しにくい小規模な宿駅で、近隣の村を1から2箇所加えたものを言う。一里イコール3 9 2 7 2 7 2 7トル一町イコール0 1 0 9 0 9 0 9トルマイコール0 0 0 1 8 1 8 1 8 1 8トル 135リイコール530.181814キロメートル24兆イコール2.6181816キロメートル8件イコール0.0145454544キロメートル1 3十五リプラス24兆プラス8件イコール532.814541キロメートル12リイコール47.1272724キロメートル 8兆イコール 0.8727272km6 圏イコール 0.0109090908km12 リプラス8兆プラス6圏イコール 48.0109087km30 兆イコール 3.272727km1 リプラス30兆イコール 7.1999997km 4里イコール1 5 7 0 9 0 9 0 8トル、6町イコール0 6 5 4 5 4 5 4トル、40件イコール0 0 7 2 7 2 7 2 7 2トル。4里プラス6町プラス40県イコール1 6 4 3 6 3 6 3 5ル百123里イコール4 8 3 0 5 4 5 4 2トル。 16兆イコール1 7 4 5 4 5 4 4トル、6件イコール0 0 1 0 9 0 9 0 9 0 8トル。123里プラス16兆プラス6件イコール4 8 4 8 1 0 9 0 5トル。徒歩については、歩く、徒歩旅行を参照。短い距離を想定した、現代の不動産業の基準値は、時速4 8キロメートル。 ありがとうございます。